のクラテストは、古代ギリシア語の文法学者、ストア派哲学者で、ペルガモンの文芸学校長及び図書館長を務めた。ホメーロスの評論で名を馳せたほか、世界最古の地球儀を作成したことでも知られる。生物年不詳。キリキアのマロスに生まれ、タルススで育つ。その後ペルガモンに移り、エウメネス2世及び、アッタロス2世の庇護を受けつつ、ここをしのいだ。 文法学では、ペルガモン学派を創始し、ペルガモンの図書館長に就任。門弟には、ヘルミアスやマルスのゼノドトス、バビロンのヘロディコスがいる。紀元前168年にエウメネスカ、紀元前159年にアッタロスの大使としてローマを訪問。その際、蓋の開いた下水口に転落し足を追ってしまったため、しばらくは道地への滞在を余儀なくされる。 文法研究や古代ローマ帝国批判を初めて言ったのはこの時期のことであった。評論と文法との春別を行い、後者については前者に従属するとの立場を取った。クラテスによると、評論とは文芸に関するもの全てを研究しなければならないという。これは文法学者が言語の規則に従い特定の一節の意味を明確にし、テキストや陰律、抑揚などを決める。 唯一の存在であったためである。サモトラケのアリスタルコスと同様、ホメイロスの諸著作には最も注意を払っていたことから、ホメリコスというあだ名が付けられた。ナカン族イーリアスやオデュッセイアに関する仲介を書いており、一部は同時代の作家により引用されることとなる。一方、アレキサンドリア学派の領袖であったアリスタルコスを強く批判。仲介に関しては、 比喩的な仮説を唱えることが多く、ホメロスは死を通じて科学的ない死は、哲学的な真実を伝えようとしたのでは、と主張した。ホメロス関連の業績以外にも、ヘイシオドスの、新東記やエウリピデスアリストファネスらについての論評を執筆。また、小当てない方言、地理学、自然史並びに農業に関する著作も残しているが、現存するものは、極めて少ない。 マロスのクラテスの地球儀ストラボンによると、クラテスが地球儀を世界で初めて考案したとして、次のように述べている。我々は今や自らが住んでいる地域を球面上に表している。精密な数を用いて真実にこよなく近づけようとするならば、クラテスのように地球を球体とみなした上で、これに四辺型を当てがい、その四辺形内に地図を置くに違いない。だが、 問題となっている部分は、世界各地を正確に反映させ、見るものにもはっきりと示そうとするならば、勢い大きな球体とならざるを得ない。そのため、直径10フィートにもなるくらいなら、クラテスが適当なサイズの地球儀を作成する方が、マシである。その後、世界を5つの気候区に分類する理論が登場すると、クラテスは、 熱帯がオーケアノスに占領されており、同地に住んでいる人を類推によって想像できるとして、次のように論述。クラテスは、ただ単に数学的例示を用いただけで、熱帯がオーケアーノスに占領され、その両側には温帯が控えており、一方には我々がいると言っている。今や熱帯のうち我々がいる方のエチオピア人は、 熱帯の沿岸部に住んでいるため温帯に住んでいる人々から最も離れており、またそれコクラテスは同様の理由でもう一方の熱帯にもエチオピア人が幾ばくか存在するということがわかるであろうと考えた。ありがとうございます。